96式 25mm 機銃とは、第二次世界大戦中に日本海軍で使用された対空機銃である。広角機銃とよく記述されるが、これは誤りで正式名称ではない。96式 25mm 機銃は、フランスのオチキ製 25mm 機関砲をもとに1935年に開発されたガス圧作動方式の対空機関砲である。 翌1936年に96式2 5ト、mm、ル機銃、として正式化されるに至った。96式とは採用年の下二桁を指す。海軍では合計4 0トル以下の連発可能な兵器を機銃と呼んだため、本銃は2 5ト、mm、ルの大口径であるが機銃と呼称される。陸軍もこの機銃を海式機関砲と呼称して少数を採用した。 なお、広角基銃という表現は勝手な俗称で、当時は使用されていなかった。本銃が採用される以前には92式 7mm、7単装基銃、非式 40mm 基銃が、イギリスなど外国から導入されていたが、弾道特性の悪さ、動作不良、また、威力の面からこれらの基銃の評価は低かった。このため1934年、 日本海軍はいくつかの候補と共に、ホチキス社製の 25mm 機銃を試験し、性能が優秀なことを認めた。そこで導入に際して、回収をホチキス社に行わせ、原型の基銃は1型、回収されたものは2型と呼ばれた。海軍はホチキス社から製造権を購入、1935年頃から生産を開始した。 本格生産は1936年である。この機銃は日本海軍艦艇の主要な対空兵装の一つであり、戦艦、巡洋艦、空母、駆逐艦その他の艦艇に幅広く搭載された。また、陸上基地防衛用としても使用された。本銃は信頼性自体は高かったものの、弾丸威力、追尾性能、照準方法などに問題があり、 敵機の攻撃に十分対応できなかった。総生産数は1945年までに32,380兆であり、年次最多生産数は1944年の2万千兆である。後継として日本軍は露覚したボホース4 0ト、mm、ル機関砲 M1 のコピー品を模式4 0ト、mm、ル機銃として採用したものの、 大量生産に至る前に終戦を迎えた。アメリカ軍の撮影した連想型の側面写真。96式 25mm 機銃の構造は、大まかに重化と重心に分けられる。連想機銃及び3連装機銃は、旋回重化を用いた。まず石杖台と旋回板が最下部にあり、この上に加工が置かれる。加工は、 側板で銃の不行部分を指示し、銃案を乗せている。銃案は重心を搭載し、保持する。連装三連装とも、加工、後方から見て、右側に旋回主席、左側に伊手県不行主席が置かれる。旋回主は旋回ハンドルを受け持ち、伊手は不行ハンドルを受け持つ。また、座席の下部にはそれぞれ旋回電動機、不行電動機が置かれた。 重量4 4 8ラムの重心は、放熱灯付きで先端には、先行服が付けられている。重心下部には、ピストンロットを収めたガス誘導室、左右には発射の反動を緩和するため、中大気圏推進機となるシリンダーが一本ずつ設けられている。重心長は1 5 0 0ト、mm、ルライフリングは右回り12畳、2 5 0ムの、 弾丸を初速秒速900メートルで打ち出す。作動はガス圧利用方式で重心と重心下部のガスピストン、汚染が交代と全身運動を行うことにより、装填、汚染の閉鎖、発射、薬室からの激核排出を自動的に繰り返す。発射時、弾丸を押し出すガスの一部が重心下部の穴からガス誘導室内部に入り、ピストンロッドへと導かれる。 ピストンロッドはバネにより、重厚方向へ力をかけられているが、ガス圧によってロッドが、バネの圧力に対抗して押し下げられ、ピストンと連動して、汚染も交代する。激核排出後、汚染とピストンロッドはバネにより前進を開始し、汚染が断層から弾薬砲を押し出して薬室に装填する。この後汚染が閉鎖される。アメリカ側の作成資料では、作動を、 以下のように説明する。トリガー機構が動かされると視野がガスピストンのベントから外される。これでピストンと汚染が全身交代運動を可能になる。前進時、汚染の前面が断層口から弾丸を一発押し出して薬室に押し込み、汚染が固定位置まで来る。自由な状態のガスピストンがさらに前進すると汚染が重心に固定される。 これは、汚染に取り付けられ、引き込められた状態にある2個のヒンジ上ロッキングラグが、重心内部に強制的に押し上げられることによる。汚染と接続したガスピストンはまた、汚染前面から突き出るよう作られたダハリーも動かし、弾薬の雷管を突かせる。発射の瞬間、汚染は閉鎖状態にある。弾丸発射後、薬室のガス圧が最大になるまで閉鎖が続く。 弾丸が、重心内部のガス弁当を過ぎると、ガスが、ガス誘導室に入り、ガスピストン全面を押す。ピストン交代に伴って、汚染のヒンジ状ロッキングラグが下げ外され、汚染が解除される。残留ガス圧が、汚染及びガスピストンの複合体を交代させ続け、交代バネを圧縮する。この時空野球が抜き出され、エジェクターを叩いて、機銃の下方へ排出される。 機銃が弾丸を撃ち尽くすと汚染が交代し、コックしたままの状態で射撃を停止する。機銃には安全、連射、単射の切り替え装置がついている。中大気圏推進器は液体とバネを併用した。弾倉は15発入りで、全備重量は 16.37kg だった。アメリカ側の資料では、材質は圧延後半制。 W 字状のスプリングを内蔵している。空気重量14.75ポンド。弾薬は無機式である。動力は電動及び手動である。受動照準の場合には、電動が用いられるが、重側照準の場合には、手動も用いられた。ハンドルによる旋回速度は、毎秒15度、1回転で5.5度旋回する。またハンドルでの不行速度は、毎秒12度。 1>, 1回転で3.5度不行した。資料により、連想機銃の旋回速度は1秒に13度、不行速度は1秒に9度とも記述がある。アメリカ軍側の作成資料では、不行はギア式で軽快に操作でき、指一本で操作するクラッチと摩擦式ブレーキが設けられているとしている。旋回ハンドルは操作がやや遅く使用が難しかった。 指一本で操作するクラッチと固定用クランプが設けられている。射撃は、いて足元のペダルで行う。ペダルは、銃のトリガーと、機械的に接続されている。外方のペダルは中銃以外を操作する。内方のペダルは中銃を操作する。両方のペダルを踏み込めば三丁同時射撃が可能と、推測される。しかしながら、この件については、犬医師の調査研究によって、 左側のペダルで左右銃、右側のペダルで中銃、両方で山頂から発射されることが写真図面等から明かされた。形式として 25mm 機銃には単装、連装、三連装が存在する。単装機銃は重心を両側面で指示する、銃化と課題が結合したもので、銃の後方から見て重心左側に片付け式の指示部、その前方に、 大型の管型小準機が設けられている。重心下部後法には重波と引き金が設けられた。機銃弾は15発入りの箱型弾倉を用いて、球弾し、重心上部からはめ込んだ。全体重量は3型で 250kg。重心の重量自体は 44.8kg で、ある。また、弾入りの弾倉は 16.37kg の重さがあった。 単装機銃は、機銃員1名が、銃側照順により人力操作した。開発時期は、昭和19年半ば頃である。連装三連装と比較すれば重量が軽く、狭い艦上のスペースにも銃貨を設けられることが、利点だった。単装機銃の採用理由は連装型の銃貨の、生産が間に合わなかったこと、高速で、 不規則な軌道を描く敵機に照準を合わせるには、LPR 照準機内し手動ハンドルでの旋回では、追尾が間に合わなかったことなどが挙げられる。艦に向かって飛来する敵機は未越し角の計算がほぼ不要であり、機敏な重側照準ができる単装機銃は、LPR 照準機より有利ともみなされた。ただし重火二棒立てなどは設けられず、戦闘時の損害は大きかった。 連装機銃は、ホチキス社が開発した原型の形式である。1型の重量は 1290kg、2型の重量は 1650kg である。射撃時は左右の銃を交互に発射し、弾丸の切れた銃の弾倉を適宜交換して、連続発射を維持した。機銃員5名が捜査に当たる。アメリカ側資料では、3連装機銃の大きさは、 全高約4フィート6インチ、全長8フィート6インチ、全幅7フィート4インチである。重心は空冷式、5座は約5インチである。艦艇に搭載された3連装機銃は、機銃員9名で運用し、球団には、球団員が補助に当たった。重量は2型で2 8 2 8ラムである。重座が大型で2トン超の重量を持つことから、搭載には、 強度が確保できる場所が必要となった。一重あたり毎分150発程度の連射能力を持つ。機銃のシールドとして空母では倍延日立てがつく場合があった。また他に敵弾を防ぐための防弾板を伊手の前に立てた方がある。大和型戦艦では主砲発射の際に発生する爆風から身を守るために、 機銃を覆うように付けられた、飛防弾の爆風ひたてを採用した。戦争が激化し、敵航空機の脅威が高まるにつれ艦艇への機銃搭載数は増加する傾向にあった。LPR 機械式照準機。写真上部の T 字状のものが、的バリアである。的バリアには、敵機の上広角及び飛行方向を入力できる。LPR 機械式照準機。 および新型の管型照準機。手前側の照星に穴が開けられている96式 25mm 機銃の照準には、銃座についた機銃員が機銃の照準機を操作して、敵航空機に狙いをつける銃側照準と、別個に設けられた機銃射撃式装置を用い、3機から4機の 25mm 機銃を遠隔操作して、敵航空機に火力を集中する。 柔道標準が存在した。この柔道標準方式は95式射撃式装置によって行われた。射撃式装置はワード・レオナード方式により各機銃を遠隔操作し同期装置としてセルシンモーターを組み込むことで機械的誤差を除去している。ワード・レオナード方式では式装置に電動機と直流発電機を直結したセットを用意し、機銃側にも 同様のセットを設け、ケーブルで両者を接続する。さらに式装置側の発電機と、基銃側の直流電動機の境自巻線に電流を流せるう電源と、境自調整機が設けられている。式装置側の電動機を低回転させ発電機の境地に電流を通じると、発電機から出力される電圧も電流に応じて、方向と電圧が増減する。 同じく機銃側の電動機の境地に一定方向の電流を通じておき、式装置側からの電圧を通じると、その方向と電圧に応じて、機銃側の電動機が回転数と回転方向を変えさせることができる。受動射撃標準機構の開発は、呉海軍交渉電機部で行われ、製造は富士電気製造株式会社が担当した。採用は1936年である。 受動症準用の95式射撃式装置は、伊手がハンドルで操作した。ハンドルを下に押せば、照準望遠鏡が上向き、持ち上げると望遠鏡は下を向く。ハンドルを左右させると式装置が、課題ごと左右旋回した。またこれと同期して完成下のすべての基銃が、自動的に旋回し、不要した。95式射撃式装置には、 機械式にリード角を計算する LPR 照準機が組み込まれており、照射手が敵機の方向と射距離を観測して LPR 照準機を作動させ、式装置に入力した。この LPR 照準機は銃側照準用として、単装を除き 25mm 機銃本体にも取り付けられていた。LPR 照準機とはルプリエールの略で、 ポチキス社が開発した、照順機である。微積分を用いず、対数を利用した、カム式計算装置によって、簡易に敵機に対するリード角を算出した。敵機の速度である敵速、射距離をテリンで入力し、敵機が飛行する方向へまとばり屋を合わせれば、照順線と重心の方向が決定され、リード角が調停された。この照順機は一時期、 機銃射撃の問題を解決したとまで評価を受けたが、実際には大きな問題があった。まず機械式計算機に入力する諸言は観測員の目測によるため誤差が大きかった。また実戦での適機は大きく、方向と速度を変え、これに対応して諸言を調停するたびに照準線が動かされた。さらにその照準線を目標に向け直して、ようやく射前に、 リード角がかかった。これらから常に照準線が動かされ、適期に正確な照準を合わせることが難しかった。さらに、LPR 照準機は、工数の多い機械で、製造に時間がかかり、要求性算数に間に合わなくなった。このようなことから銃側照準用として新しく、簡易な管型照準機が作られた。従来のものは、いての手前に、球状の照門を置き、 奥に大型の小生艦を配していたが、敵機が小生に隠れる不具合があった。そこで球場の消門が小型の円管に変えられた。戦艦、巡洋艦、空母などの大型艦艇では、受動射撃を行える装備を施したが、駆逐艦以下の小艦艇では、銃側照準に頼るケースが多かった。 単装機銃の小準器は艦型小準器のみであるが、艦に向かって突入する敵機に対しては見越し角をつける必要が薄く、連装、三連装よりも旋回や不行の早い単装機銃は好まれた。左側は2 5ト、mm、ル機銃小位通常弾、中央は2 5ル、mm、機銃重、A ン通常弾2型。右は弾薬砲の全体図。 弾薬砲重量は7 0 0ム、弾頭重量は通常弾で2 5 0ムである。新艦には飛距離3 5 0ルから作動を開始するローター式着発新艦が用いられた。新艦の形式は1型、4型が用いられ、これらは着弾時に新艦内部の激震が交代、来艦をついた。昇格では一重あたり2600発が用意され、戦艦、 巡洋艦には一重あたり通常弾が1520発、コン弾480発、合計2000発の搭載が基本とされた。コン弾は発射すると内部の発光剤が燃焼し弾丸の弾道を示す。また A 光色が弾道飛行中に変化して飛行距離を判別できるよう発光剤が各種組み込まれた弾薬が存在する。弾種は以下の通り。 2 5トル基銃は、照準方法、旋回能力、威力において性能が不十分であった。戦訓では、こうした基銃の不備が指摘され、運用法が考えられていた。2 5ト、mm、ル基銃の有効射程は2 0 0 0ル程度とされた。射撃は2 5 0 0ルから開始するのが最適であったが、距離の判定はやや難しかった。 打撃を加えられる目標は1000メートル以内を飛行する機体や急降下爆撃を行う機体であり、こうした近距離の目標には相当有効な射撃ができると評価された。ソロモン諸島のニュージョージア島ムンダやコロンバンガラ島の戦訓では、命中弾がなくとも操縦者に脅威感を与えた場合、正確な飛行と照準を妨げ、爆撃や銃撃を無効化できるとした。 弾幕射撃は超低空気周または1000メートル以上離れた重要施設への攻撃に対して行うものであるが、これは敵機の前提に弾幕を張り、命中よりも脅威を与えるための射撃であった。弾幕射撃には、機銃や砲ごとにあらかじめ射撃所限を図っておくした準備が必要だった。威力としては2 5ト、mm、ル機銃弾は、 アメリカ海軍の採用した4 0ト、mm、ルボホース、機銃弾と比較して弾量が25%だった。単純に言えば4倍の命中弾で、同等の破壊効果となるが、これでは発射数を増加しなければならない。一戦部隊からも2 5ト、mm、ル機銃の威力の増加、弾数の増加、照準装置の改善が求められた。従順用カントメは百四十四年十月。 冷凍機械戦で連続3日間の対空戦闘を行った。この報告では、対空射撃中、射撃効果を最も上げられる時点で一弾層15発を撃ち尽くすことが多く、弾装容量を25発程度に増やすよう指摘している。また、敵急降下機が急降下を始める前に先制射撃を加えなければ、登壇前の撃墜は難しかった。 トネの対空戦闘で登壇までに撃墜した木は、ほとんどなく、車線に捕まっても機体が火を吹かず、なかなか墜落せずとの所見が述べられている。撃墜には、相当に濃密な弾幕が必要と評価された。遮断散布が大きいのは、機銃員が焦燥のために精密な照準をせず、弾丸を、ただ出しているに過ぎないと指摘した。 特設運送船言用丸による昭和19年6月の報告では 25mm 基準の弾道性が良好であること560発を連射して故障がないことを長所としている。ただし射撃中の照準修正について指揮官からの号令による修正、旋回首といてによる修正のこの両方とも照準修正が困難であると指摘し、照準装置の改善を要望した。 銃側照準用の鑑識照準機では、旋回手が方向角度を、伊手が不要角度をそれぞれ担当し照準する。したがって、照準と発射が難しかった。天候、太陽の方向、射線と関連して、栄根弾の軌道が見えにくい場合が多々生じた。夜間や黎明、白母では、栄根がよく確認できた。 エーコンが見える場合でも急激な照準変更は、いてと旋回手の照準を大きく阻害した。ここでも旋回手といてのかなりの共同訓練が必要だった。急降下爆撃を迎撃する場合、LPR 照準機は、照射距離を1500メートルに固定、敵速を0とし、機体長さの3倍から5倍のリード角を用いて10。 側照準射撃した場合、相当な高確率で命中弾が得られた。また有効な射撃時間中に打ち込める弾量は1、弾層15発とされた。しかし、敵速をゼロから最大に変換するには、テリンを30回程度回さなければならなかった。敵機の急な水平運動を追尾するには相当な訓練が必要で、間に合わないことが多々生じた。こうしたことから、 飛行方向と速度を激しく変える敵機に射撃を加えても命中せず弾薬の浪費であることが指摘された。また命中しない銃撃は敵がより大胆に攻撃してくるという結果を招いた。しかし、銃爆撃で命中を得るには等速直線運動が必須であるため撃墜するにはこの機会を狙うこととされた。この時間は水平爆撃であれば1分から45秒、程度。 低空爆撃や銃撃では10秒程度である。敵機は太陽を背後にし、集団で飛来し、連続的に攻撃を加えた。また、ドンや雲によっても異界が制限され、敵機はこれを障害として利用した。そこで、対空射撃では、先制が大事であり、銃爆撃の後に飛び去る敵機を追い打ちするよりも、新しく攻撃をかける敵機に、目標を変換することが大事だった。 従順用艦とトネの冷凍機械戦時には、基準の指揮官に、巡視官以上を配置し、銃側での見張りを徹底した。人員配置は成功し、目標の選定と変換がスムーズに行われ、すべての敵機に銃撃が行われた。号令通達は簡単な手先信号による。射撃中の基準員に、新しい目標を伝えるのは、非常に困難であり、 指揮官と機銃の間に伝令が必要だった。そこでランプの発光で高たとめを伝え、有効だったが損傷しやすかった。陸上部隊においても機銃射撃の騒音は非常に大きく、指揮官の号令が伝わらず不徹底となるため、視覚信号などの使用で命令の通達を徹底させることが求められた。また状況に即応するため、 機銃長や相手に独断選考の権限を明確にすることが必要とされた。低い雲から急降下機の奇襲を受けた場合、連装機銃は間に合わず、単装機銃のみが対応できた。ただし良好な見張りがあれば間に合った。他、銃側照準時、自他の機銃から放たれる遮断の判別ができなくなった。 単装機銃種も A 根を確認しにくく、急降下に対し、機体を照準の中心に据えて射撃するだけという状況だった。トゲの参加した、レーテオ海戦では主に SB-2C 艦長、爆撃機が来襲した。また急降下攻撃と同時に戦闘機が銃撃をかけ、機銃を制圧しようと試みた。これらの機体は、雲と太陽の方向を極度に利用した。 機銃員の見張りは、機銃を予防した。目を酷使するため洗顔薬、色眼鏡が必要とされたほか、疲労回復には冷却水を配給し、機銃員を半数ずつ座らせながら見張りに当たらせる、ことが指摘された。またスコールや射撃の荘園の中では、飛行眼鏡をかけなければ、見張りがほぼ不可能だった。機銃員は、簡単なく、 戦闘もしくは見張りに集中しなければならず、弾薬供給員が2名専属となった。弾倉の数が少ないため、打ち次第空いた弾倉へ弾薬を補充するのが有効だった。一度戦闘が始まると、玉子からの運弾は非常に難しく、1日の戦闘に必要な弾量は周囲に集積する必要があった。空薬卿は流し場、空き箱、衣の緒に集められた。 空断層は壊れやすく、海水を被ると錆びやすかった。防御の欠如から、戦闘では1 2 7ト、mm、ル機銃弾や7 7ト、mm、ル機銃弾による支障が多く、防弾板、衣をマントレットで防御物を作り、これは非常に有効だった。2 5ト、mm、ル機銃弾の誘爆は少しの水で消化できた。メートル機銃は害して信頼性が、 高かったが、射撃によって部品が破損することもあった。破損箇所は、ダバリ、エキストラクター、バネ類の接損、汚染の破損、線香多いの亀裂、ネジや止め線の脱落、玉木型照準機に多く見られた。ただし、日頃から手入れされているものは故障しなかった。ニューブリテント、スルミ飛行場の主要な防御として 25mm 連装機銃が4機。 他工学機器と発電装備が配備された。機銃陣地は飛行場を挟んで2機ずつ配備し、電話によって防空見張り所と連絡をつけている。8月2日に8機、25日に4機、29日に不明ながら空襲を受けた。機種は P-40 と B-26 である。日本側判定としては合計で6機の敵機を確実撃墜したとしている。 2 5トル基銃の損傷は、だばりの切損が多かった。陣地配備としては、敵の侵入に対し、他方向から銃撃できる、要配備するのが有効とされた。ありがとうございます。